岡崎営業所、名鉄バス岡崎営業所所在地、名鉄バス岡崎営業所、名鉄バス岡崎営業所、名鉄バス岡崎営業所は、愛知県岡崎市名大寺町にある、名鉄バスの営業所。2018年6月までは、全体が、名鉄バス東部に委託されていたが、7月より、名鉄バス東部は、名鉄バスに吸収合併されたため、 直営となっている。岡崎市内を中心に一般路線バスを運行しており、一部の路線は豊田市に乗り入れる。岡崎市から、ぬかた市所、市民病院線の運行を受託している。受託運行路線を含む全路線で何かが使用できる。1962年に廃止された軌道の岡崎、市内線、福岡線の廃線にを利用し、 大重時にバスターミナルが整備されている。福岡町岡崎駅前のバス専用道路は都市基盤整備事業のため2016年3月31日限りで廃止された。岡崎市が多額の補助金を投入しており、これと国、愛知県、豊田市からの補助金を合わせて山間部など不採算路線が維持されている。2017年 大沼線において運転手が運行を途中で打ち切るバス停とバスが発覚。中部入局よりバス1台が10日間の営業停止措置を受けた。岡崎市の総合交通政策の一環で、名鉄バスでは唯一あたり営業所のみに2009年3月より、系統番号が導入されていた。 しかし2019年度より順次他の営業所でも、系統番号が導入されたのに伴い、2020年4月1日に、他の営業所と同じ不満体系の系統番号への変更が行われた。ふとは系統番号は、行政補助路線を示す。情報は、令和2年4月1日現在。バス専用道路三河上里駅行き東。 岡崎駅き動線の岡崎市内線の廃止代替路線として1962年に福岡町岡崎駅前引く東岡崎、厚生町、大樹寺で運行開始。後に東名、岩津、奥田寺宮、滝団地、大門駅系統を増やしていった。なお三河上里駅系統は2002年に JR 東海バス撤退を受けて運行を開始している。 2016年、岡崎駅前福岡町のバス専用道が廃止された時に、福岡線が東岡崎 JR 岡崎駅福岡町として分離され、岡崎市内線は JR 岡崎駅までとなった。なお、岡崎伊田、大樹寺もバス専用道となっていたがこちらは、早い時期に一般道経由となっている。後は深夜バスも運行され、 2020年3月までは、当時の日中便の2ではなく、深夜と、系統案内されていた。かつては、当時の日中の6と同じ経路の東岡崎駅、厚生町、大樹寺も運行されていた。25と26は2020年4月1日に、JR 岡崎駅、イオンモール岡崎名鉄東岡崎駅を、分割して誕生した。8は、 上地巡環線の系統番号だが、上地巡環線との重複区間のみの運行である、道路線の JR 岡崎駅名鉄東、岡崎駅にも使用されている。岩津天神口三河上里駅のみ、補助対象元は、国道248号線を、東岡崎、広大駅前深浦口から分かれて、片野原温泉経由で、西の浦温泉前で運行していた。 西の浦線と蒲郡駅経由で、三谷温泉まで運行していた、蒲郡線である。西の浦線、蒲郡線時代から、高田駅前折り返しが多数設定されていたが、平成に入り東岡崎、高田駅前の海となり、岡崎、蒲郡線から岡崎、高田線と、名称を変更され、さらに、高田町内を廃止し、末端が、上地地区循環とされた。 福岡線の廃止転換路線であり、当初は岡崎市内線として運行開始、岡崎駅前福岡町は軌道をバス専用道に転用して運行されていたが、2016年専用道を廃止、愛知県道483号線経由となり、岩城寺前までは上地循環線と同じ経路を取るようになった。この時に福岡町線として分離独立した。 桑原で、アスケ街道から分かれて、愛知県道338号線で、軍海側を川向かいまで遡上する路線。北都大を経由するなど、岡崎市内線の奥田神夜系統の支線のように、見えるが独立した路線である。古くはさらに遡上して、豊田市の滝脇まで運行していた。2019年10月1日現在ではに往復の運行である。 北都大乗り入れは2007年からで、川向井線と岡崎市内線 6H16、H 億電人夜系統の一部の便が乗り入れている。元は、稲部直線として、アスケより先、稲部まで運行していた路線。さらにたどると1917年、お産自動車が開設した岡崎安介まで、行き着くという歴史ある路線である。現在では、アスケ止まりとなり岡崎、 アスケ線となっている。紅葉シーズンには、区間変更や増便がある。1999年までは、大沼から、さらに北上してアクラまで運行していた。大沼アクラ間発誌も、山村 A バスに移管後、デマンドバス化された。2008年には下山中学校前経由から、下山市所経由に変更。2009年より、城前川地域は、海原の里経由となる。 東岡崎安城駅前引く江ノ木前引く北、新川駅前を平南で運行していた大浜線を安城駅前で分割して成立。もともと東岡崎安城駅前の区間運行が多かったためか切り離された格好である。安城駅前までは高田な経由で直地と半田まで運行していた木村線もあったが、大浜線と共に新安城駅始発に改められ、 新安城駅マイナス高棚の安城、高棚線と新安城駅北新川駅前の安城、新川線となり、北半高目崎三河高浜駅前は共同運行していた、北バスの木沼線となった。安城、高棚線は1998年、安城、新川線は2000年に、北バスの木沼線は2008年県車前までに短縮され、 亀崎線と解消した後の2018年にそれぞれ廃止されている。2017年10月1日から2019年3月31日まで地流営業所が管轄していた。路線名の神里は豊田市南部で三河上里駅付近のことである。過去には北野から三河上里駅そばの上の若林駅前を経て包みまで運行していた。 1999年に上野りから、現行の北のま鈴鹿循環となった。矢萩橋駅乗り入れは、岡崎、坂戸線と同時の2009年からである。元は、桜井線と名乗り、坂戸から桜井を経て西尾まで運行していた。昭和40年代にはすでにほとんどの便が、坂戸、桜井中学校折り返しとなっており、 西尾まで運行する便は1日1往復という状況であった。矢作橋駅に乗り入れ開始したのは、上里線と同時の2009年であり、それまでは、矢作橋駅の最寄りは、矢作橋駅西口となっていた。元は、男川線といい、東岡崎から高生町東公園口、光が丘を経由して、岡崎駅に至っていた。 ゆ美岡海か経由に変更し、東岡崎から悲鳴町線を組み込み形で延長して、現在の名称となる。2008年、岡崎市実証運行路線の一つとして、矢作橋駅市民病院間の矢作橋市民病院線で運行開始。2009年に、坂戸北の北口に延長して、矢作市民病院線となる。 37A38A は平日運転、37C38C は、と休日運転である。2021年4月1日より、道路線の愛知病院バス停が当面の間休止となり、同病院への最寄りは愛知病院前バス停となる。元は名古屋まで直通していた、なおかの支線である。なおかの本線は、 愛知県道56号名古屋岡崎線を走って、名鉄バスセンターまで達する系統で、休校の運用もあった。本線は後に、裕福寺止まりとなり、現在の裕福寺線になっている。東岡崎から秋代橋を渡って大機寺まで、運行する系統。この梅園学校前経由の経路には他に、岡崎線、岩中線と廃止された、渡来線。 小松線があった。岩中線は、梅園学校前から右折して、岩中地区を循環して、東、岡崎まで戻る経路である。以前は、現行ルートで岩中を終点とする、A 線と大樹寺を右折し、大井の口から、下大谷を経由して、岩中に向かう B 線で構成されていた。現在の循環ルートは、時綿口下大屋岩中板田,田。 時は田口と B 線のルートを含んでいる。2012年、大樹寺線の支線であった中町循環系統を整理し、新田地区循環部分を延長追加する形で運行開始。なお、中町循環に組み込まれていた岡崎女子短大は、岡崎女子短大線として分離し東岡崎からの直行運行としたが、2015年に廃止となった。 2020年3月31日で廃止された、岡崎市、コミュニティバス、街中賑わいバスの代替として、同年4月1日から、運行開始。名鉄東岡崎駅岡崎市役所間は、新規区間、岡崎市役所、図書館交流プラザ間は、旧町バス南北ルート、図書館交流プラザマイナス中岡崎駅間は、旧東西ルートと同じ経路で運行している。 若宮町にあった岡崎市民病院の名を冠して、市民病院線と名乗っていた。当初は、東岡崎から厚生町、市民病院前、美豪を経由して、ふ吹町から、岡崎駅前に向かう A 線と津川を遡り、勝備、柳谷に向かう B 線、桑谷に向かう C 線で構成されていた。後に美号線に、名称変更し A 線は、緑が丘経由に、B 線は、 子供美術博物館までとなり1999年廃止、シーセンはハグリまで延長されている。なお、岡崎市民病院は1998年に現在地に移転し、跡地は現在、岡崎元気館となっている。54は、土休日運転。2021年4月1日より、道路線の愛知病院バス停が当面の間休止となり、同病院への最寄りは、 愛知病院前バス停となる。岡崎市民病院が現在地に移転した1998年に運行開始。その後2002年にハグリビ号市民病院が運行開始となった。さらに元宿まで延長されて現在に至る。元宿駅周辺では76と同じ一方、通行式の運行経路となっているが57市民。 病院初系統のうちの朝一本を除き57と58は76と異なり、富田病院に乗り入れる。市民病院前から高成長、東岡崎、東、戸崎、緑ヶ丘から、美豪と、上地西までを結んでいたが、1998年には、岡崎市民病院が移転したため、新しい岡崎市民病院前まで延長。 2002年緑ヶ丘循環系統新設、また、上地西系統は廃止された。中央総合公園市民病院のみ、補助対象台平から、作手街道を進み桜形へ向かう、路線、以前は、作取船として桜形から先、旧作手村の森吉、旧ぬかた町の上赤田は、1000万町、中安久の各地まで運行されていた。 岡崎市民病院が移転した1998年に運行開始。69は大門駅市民病院線と系統番号を共用している。2008年岡崎市実証運行路線として運行開始。経路的には大重寺病院線を延伸した形だが別路線とされている。69C は土休日運転。 宮崎線と名乗っていた頃には、田原坂を越えて、旧作手村の森吉まで運行していた。新箱根線の支線であった元宿かばちちと、新居町線から、東岡崎元宿間を編入し暗がり線と、名称変更してからしばらく経った1999年に、ぬかた役場前引く暗がり渓谷間が、ぬかた町 A バスとなり、残った路線は元塾、元宿。 ぬかた線と変更した。ぬかた町と岡崎市が合併すると、ぬかた町 A バスが、名鉄バスに復帰して再び暗がり線となり、しばらくは別系統として運行されていたが、一体運行に、戻り元宿暗がり警告間が、暗がり線となった。2021年4月1日より、道路線にぬかた、センターバス停が新たに新設される。またそれに伴い、 ぬかた市所前バス停の名称が豊富学区市民、ホームバス停に変更となる。前述のがり線が名称を変更した路線である。名称変更された1999年当時は、元宿豊橋,橋工業前、東岡崎元宿と後に、がり線に戻る元宿、ぬかたの役場前で構成されていた。2000年に、東岡崎元宿が休止されるも、 2001年には、元宿循環系統が新設され、2002年には、元宿、ぬかたの師匠前が、暗がり線に編入。このために、ぬかた地区に足を踏み入れないにもかかわらず、元宿、ぬかたの線を名乗ることになったのである。75は6の字型、76は8の字型の運行経路をとっている。77は、平日運転である。2009年に、 岡崎市実証運行路線として運行開始。上里線と岡崎、坂戸線を矢作橋駅で組み合わせた経路である。岡崎市実証運行路線の岡崎拠点快速バスとして2008年に運行開始。愛称は岡崎エクスプレスである。2020年3月までは快速と4月からは 80A と系統案内。 快速バスだが、図書館交流プラザを経由するため、名鉄東岡崎駅主役職地は13分かかる。2021年4月1日より、道路線の愛知病院バス停が当面の間休止となり、同病院への最寄りは愛知病院前バス停となる。市民病院中央総合公園は道路線に、ついては2019年3月31日をもって廃止された。 また、2019年4月1日から、土曜、日曜、祝日の運行がなくなり、平日のみの運行となる。1998年新設、小型バスを投入し、整備されて間もない東岡崎南口を、奇襲点とした。元は今、未動線と、名乗り六名地区から、下、青野を経由し、まき岡崎工場までの運行であったが、 1999年に、現行ルートの東岡崎岡崎駅西口と、岡崎駅西口中野号順環が設定される。まき岡崎工場系統は2001年に上青、野口までとなり、まき岡崎工場は、岡崎、西尾線に組み込み、2002年には中野号順環が廃止され、2003年には上青、野口系統が廃止されて、現在に至る。 2020年4月7日に開院した富士大科大学岡崎医療センターへのアクセス路線として2020年4月1日から運行を開始。同区間は名鉄東部交通バス岡崎西尾線の9 1 h 系統9 2 h 系統と競合しているが当社の89が停車しない柱と柱里の各バス停には 名鉄東部交通バスに乗車する必要がある。美合駅から岡崎市藤川町にある市畑山や串寺までをノンストップでおよそ10分で結ぶ産経用の臨時バスで不定期運行である。系統番号も付与されていない。2008年に岡崎市実証運行路線を受託する形で運行を開始した。この区間には名鉄バス柏山線が 東岡崎、厚生町市民病院前から、太平柳屋柏山夏山で運行していたが、平成の初期にはすでに廃止されており、柳屋柏山には長らくバス路線がなかった。2021年4月1日より、東路線に、ぬかたセンターバス停が新たに新設される。またそれに伴い、ぬかた市所前バス停の名称が豊富学区市民、ホームバス停に変更となる。 路線は、遺憾時点のもので、停留所名など現在は異なる場合がある。2019年8月4日の最終便をもって、運行休止となった2020年4月1日から、西押へ移管し、同市の6万国クルリンバス3平坂、中畑線として運行している。2001年3月まではカリアドから国道247号。 南下して、一式町に乗り入れ、西一式まで運行されていた。2020年4月1日から、西押しへ移管し、同市の六万国クルリンバス4テラズヤタ線として運行している。運行主体は、岡崎市。2020年4月1日から戦術の47、岡崎北線が運行を開始したことに伴い、廃止された。運行主体は、岡崎市。 2020年4月1日から先述の47、岡崎北線が運行を開始したことに伴い、廃止された。ハイブリッドバス白石令2006年に、岡崎ナンバーが導入されたことに伴い、従来の三河ナンバーから移行が進んでいる。1990年代半ばまで、名鉄バス各営業所において、車両正面の暗闘部分に愛称が表示されており、本所では、 岡崎市の鳥である白石霊であった。ありがとうございます。